平用軌道とは、道路上に付設された軌道。日本では、軌道建設規定における分類で、道路上その他公衆の通行する場所に付設される、軌道、平用軌道、その他の軌道を、新設軌道に分ける。自動車交通の普及に伴う、路面電車の廃止により、減少傾向にあったが、国の LRT 整備の方針のもと、富山ライトレールが一部区間で新たに導入している。 日本国内においては、基本的には、軌道法に準拠する軌道として付設されているが、例外的に、鉄道事業法に準拠している場合もある。軌道法による物軌道法における路線については、第2条に、軌道派特別の自由ある場合を、直の外行きを道路に付設、フェシとあるように道路への付設を原則としている。平洋軌道から、新設軌道へは、 工事方法書の変更により行うことができて、鉄道より変更が容易になっている。なお、道路上を走行するため、運転は日本においては、軌道運転規則だけでなく道路交通法にも準拠して行われる。通常の鉄道と違う点は概ね以下の通りである。なお、路面電車サイズを超える大型の鉄道車両が軌道を走行する場合は、 工術の鉄道事業法に基づく場合のみならず、福井鉄道、福竹線のように専用軌道部分は、鉄道事業法、併用軌道は、軌道法に基づき建設されている場合や、京阪京神線のように専用軌道を含め全線が、軌道法に基づき建設されている場合もあり、車両の大きさと適用される法令は一致しない。この場合には軌道大型の鉄道車両が、 走行していることになる。ギャラリー鉄道事業法によるもの、江ノ島電鉄の江ノ島駅、腰越後駅間の併用軌道、熊本電気鉄道の、藤崎宮前駅黒上町駅間の併用軌道、かつて併用軌道であった犬山橋は、道路交通の増加のため専用軌道化された。併用軌道は、鉄道事業法に基づくものも存在する。鉄道事業法による場合、 道法第61条は道路への線路付設を原則禁止しているが、道場2項に基づく政令による手続きを経て許可を得ている。現存するものでは、江ノ島電鉄線と熊本電気鉄道藤崎線がある。いずれも元は軌道として付設され、後に鉄道へ変更されたものである。過去のものでは、近鉄奈良線奈良市内のほか、鉄道道路併用橋として、 名鉄犬山線の犬山橋、東京大井町線の双子橋など、日本各地に多くが存在した。1961年の軌道時期の修繕等の取扱い要項により、平洋軌道での車両の通行が認められる場合には、道路管理者が一定の費用を負担することとしている。ドイツでは1960年代に、多くの都市で、路面電車の地下化と平洋軌道の、 完全専用軌道化が進められた。シスットガルトでも1962年から路面電車の地下化と併用軌道の完全専用軌道化が始められた。その方法は代行バスの運行ではなく、路面電車用の幹間ミリメートルの線路と地下部の1 4 3 5トル共用の三線軌0とし、改めきずみの路線のホームも期間ミリメートル用の高いホームと、 期幹線ミリメートル用の低いホームの両方を建設して、平用軌道を完全専用軌道化する方法が取られた。フランスのトラムは、平用軌道であるが軌道への自動車の侵入は禁止されている。ありがとうございます。